私はブレイズドポークリブって書いてるのの、ライスにしました。ブレイズドなんで、煮込みなんでしょうね。55ワーツ約220円です。タイらしくね、こういうソースはかなり甘めです。食べてみるとやっぱ煮込みですね。トロトロタイプのリブの部位です。ちょっとこれ何も辛い系のね調味料もらってこんかったん失敗でしたね。で、ここターミナル21フードコートでねめっちゃ気になってたのがこの寿司屋があるんですよね。ここのお店もすっごい人気で行列できております。その場でね握られた寿司はねご覧のようにショーケースに並べられております。もうめっちゃ華やかで、外国の海外のね寿司でよく見るようなタイプですね。缶はですね、その1個はね、10バーツか20バーツなのでスシローの寿司と比べてもねそんなに安くはありません。ツナとかねカニカマとか、焼きそばとかハムなんかのお寿司です。こんな寿司食べるならねタイの寿司堂行きましょう。ちゃんとした美味しい寿司いただけます。ではね、ここターミナル21からビーチロード10バーツソンテウに乗って、あそこに向かいましょう。ビーチロード方面へ歩いてます。セカンドロード終点のねソンテウからいっぱい降りてますけど、この先にねビーチロード支店ソンテウが止まってるはずです。いないでね、もうすぐ来ました。さっき見たやつですね。もうこれに乗ります。あんまりそういう光景はねさすがにこの遠目からでも動画に残せないんで、まあ、密集してねそうやって立ってるところは、動画にするのは控えます。夜のパタヤビーチ雰囲気をしばしどうぞ。本当夜19時ぐらいからね深夜遅くまでね人通りの絶えないのがパタヤビーチです。土曜夜なんでねそのにぎわいもひときわすごいです。ナイトマーケットランナウェイストリートフードです。ボーイング747ジャンボジェットがね中央にドンと鎮座してて存在感ありますね。周りの飲食店もすっごい賑わいです。完全に空間になってますね。これはすごいわ。ほんとパタヤは日本での日常空間を忘れさせてくれますね。